そんな具合でね、昭和59年風営法というものがね、聞こえてくるようになって、で60年に実際に施行されたというところあたりから、このコーナーもちょっとね、扱うものが面白くなくなってった。このコーナーが面白くなくなったというよりは、このコーナーで次から次と面白い、こんなものがあったのか、こういうことを始めたのかみたいなさ、そういう百花繚乱の風俗産業そのものが、そういう業態そのものがね、業界そのものが萎縮していったっていうことで、ちょっと面白くなくなってしまった。このコーナーが結果的に面白くなくなってしまったっていうことはあるんですよね。この時期ね、昭和60年頃、昭和60年2月、新風営法施行ということで、60年はちょっとパッとしなかった。で、61年になりまして、私個人にとって、ちょっとね、忘れられないっていうかな、もう衝撃的な回があったんですよ。それがですね、SM ポイの好きっていうね、そのアダルトビデオの紹介だったんですよ。これはもう、確かこのコーナーだったと思うけど、SM ポイの好きっていうね、この題名でピンとくるあなたはすごい、ね、2でございますよ。これはどういうものかというと、横浜国大、当時横浜国大って伏せてたんだね。ある国立大学に現役で在学中の女の子が出演してるビデオがあるっていう、そういう触れ込みだったんですよ。ね、で、その中身を紹介してくれたわけ。当時地上波でさ、この SM ポイの好きを流したんよ。おー すごいよね。今じゃ絶対考えられないよね。で、それでどういうビデオかっていうとさ、まずね、男性インタビュアーみたいな、要するにその AV の監督がね、話しかけるわけですよ。で、その人ってのは誰あろう、村西徹監督でございますね。昨今、全裸監督として再ブレイクしました、あの村西徹さんが、このね、地上波で、トナイトの中で紹介されるわけです。本人は出てないですよ。この SM ポイの好きの中で紹介されるわけですね。で、私、それ見てね、もう、ゲラゲラ笑ったんですよ。こんな面白いやつがいるんだっていう感じでね、それまでそのダイヤモンド映像って見たことなくて、その村西さんがやってた、メーカーはダイヤモンド映像当時ね、そのビデオって変えたことなかったんですよ。確か豊丸さんとかがやってたんだよね。あんまりああいう系統好きじゃなかったんで、なんだっけ、トヨタ、セリナだか、カリナだか、なんかそんなのね、いたりさ、なんかちょっとあんまり、なんか色物臭が強くてさ、見てなかったの、ダイヤモンド映像のは。ところが監督そのものの色物、監督そのものも色物臭がすごい強い人でさ、あの喋りね、あの語り、私、今回、このようなものを用意いたしました、みたいな感じでさ、なんか面白いな、こんな語りの人いるんだ、みたいな感じでね、もうすっかりそっから村西ファンですよ。ね。でも、やっぱりダイヤモンド映像のビデオは買えなかったんだけど、個人的にね、村西さんが面白くてさ、そういう感じでね。で、今回このようなものを用意しましたって言ってさ、何を用意したかっつうと、ホラ貝。竹ちゃんマンを呼ぶようなホラ貝。あそこまで大きくないけど、もちろんね。大きめのホラ貝ですよ。ね。それをさ、女の子のモデルに持たせるわけ。ね。だからやっぱりその子がさ、国立大在学中っていう売りなのよ。で、当時見てて私はね、そんなの絶対嘘だなと思ってたの。ところがさ、その女の子が映るとさ、まさに真相のご令嬢っていう感じの見かけなわけね。顔も顔立ちも整ってるし、で、何よりもね、黒髪、まさにカラスの濡れ場色っていうかさ、黒髪がまっすぐさらっと伸びてるわけ。ね、で、佇まいも本当に品があるし、で、口を開けばさ、その喋る言葉もさ、村西監督も確か私って言ってたと思うけど、その女優さんもさ、自分のことを私って呼んでて、そういう呼称をしててね、私、これ、このような事情で、今回このように応募させていただきましたみたいなさ、そんな感じの、丁寧口調っていうかな、きちんとした育ちの人だなっていうことが分かるような喋り方、口調、そして語彙なんだよね。で、それ見てて、確かに知性的だな、知的な人だなと思って、これは本当に国立大学の人かもなって思った。
やっぱり、うん、あれはもう本物の匂いがしたよね。でさ、そんないかにも真相のご令嬢っていう感じのね、お嬢様っていう感じのさ、佇まいの女の人なわけよ。もうそれだけでさ、ちょっと興奮するわけね。え、こんな子が本当にくんずほぐれつするんだみたいな感じでね。でさ、そういう女のモデルさんが紹介されて、村西監督がさ、私今回このようなものをご、用意いたしました、カオルちゃんにはこれを持っていただいてみたいなさ、その女性、ね、もう皆さんご存知の黒木カオルさんでございますよ。当時の男であればね、知らない人はいない黒木カオルさん、カオルちゃんにはこれを持っていただきますみたいな、ね、そして感じてきたらばこれを吹いてくださいっていうわけよ。ホラガイを、ホラガイを手に持たせてね。で、感じてきたらば、その、感じたその、もだえ声の代わりに、これを吹いてくださいっていうわけよ。もう笑った笑った。その発想すげえなと思ってね、そこで笑ったっすね。ここでお知らせをご覧ください。でさ、実際にまあ、そういうくんずほぐれつする場面も、ちゃんとテレビの中で映すんですよ。その当時、ちゃんと映してたからね。その絡み合いを映してるんですよ。もうそこすごいんだけど、当時のテレビすごいよね。昭和60年頃って本当に一番ね、地上波が狂ってた頃ですからね、そっち方面で。あの性感マッサージまで出してたからね、テレビ朝日はね。そういう時期ですよ。だからこの SM っぽいの好きもちゃんとそういう場面映してさ。で、村西さんが、ね、監督を御自ら黒木さんとはお相手してですね。で、まあ監督がいろいろくんずほぐれつしてると、そのお嬢様の黒木カオルさんがですね、だんだんこう顔が絡んでくるとですね、その手に持たされたホラガイを一生懸命口の方に持っていくわけ。でもそれ攻めが続いてるから、なかなかその口に持っていけないんだよね。あの感じてる感じで、あの手がちょっとあーみたいな感じになるから、どうしても手がこうおろそかになってくる。それでも懸命に声出したい、声は出せないからね、そういう設定だから、あの感じてきたその表現をホラガイでしたい、したいけどなかなか 手がそっちの方に行かないみたいなね、おろそかになってしまうみたいな感じでね、その気持ちがいいもんだから、気持ちをそのホラガイに集中できないみたいなね、ところになってるわけですよ。まあそういうのも全部演出入ってるとは思うけど、そのシチュエーションにものすごくこっちは見てて興奮するわけ。うわ、こんな子がみたいな、本当に感じてるんだみたいなね、そんなにホラガイ吹きたいんだみたいな感じでさ、でようやくこうホラガイ口にしてプーッーって吹くわけよ。おかしいよねあれ。もうゲラゲラ笑いながら前膨らませながらね、本当にね、いやこれ絶対見たいなと思って、いろんな意味でもうとにかく絶対見るって言うんで、もう翌日即さレンタルビデオ屋さんに走って借りたですよ。なんか山本慎也監督の口調になっちゃったけどね、借りたですよ本当に。もう実際に見てもう本当にこれはむちゃくちゃ興奮しましたね、いろんな意味でね、面白かったし興奮したしね。ということでね、私の中のね忘れ字の一本でございますね、この SM っぽいの好き、それを教えてくれたのが確かこのコーナーだったと思う、ね、だからイブちゃんに続いて、あとなんだっけ、エルザちゃんかね、個室ヌードのエルザちゃん、それから、ノーパン喫茶のイブちゃんに続いて、第3の性アイドルっていうかね、セックスアイドルっていうかをこのコーナーからやっぱり生み出したっていうねところがあるわけでございます。まあアダルトビデオに関してね、他にもね、あ、そう、宇宙企画のね、レポートもやったって何回か前で言いましたけど、他はやったっけな、まあアダルトビデオの紹介ってさ、オールナイトフジとか、それから東京12チャンネルの、なんだっけ、ミッドナイトビデオアワーだっけな、違うな。なんかやっぱり、広川太一郎さんが司会してるビデオ紹介の、そういう番組があったりね。あと、ミッドナイトイン六本木テレビ朝日の、それでもビデオ紹介のコーナーあったっけ。まあ、とにかく当時、深夜番組でいろいろアダルトビデオの紹介っていうのやってたの。ね、それで、いろいろ情報を仕入れたりなんかしながら、いろんなビデオを借りてね、まあ、アダルトビデオ、そのもちろんね、実際のレンタルビデオ屋さんで、そのタイトルを見てさ、いろいろね、見て、で、選んだり、まあ、そのパッケージ見て選んだりね、してて、AV もね、いろいろ話したいことあるんですよ。あるんだけど、ちょっと、このチャンネルにあんまり合ってないからね、
この SMV の好きはまあテレビで地上波で紹介したからあれなんだけど、他はね、ああだからまあオールネット富士のねビデオ紹介コーナーとかではいろいろね、ドクターアライの性感マッサージのあれを紹介したりとかねあって、それをもう覚えてんだけど、それはちょっと番組が違うから今回の趣旨から離れるからね。まあ、ついでにアダルトビデオの名作も語りたくなったけど、サブチャンの方でやろうかな。サブチャンの方でちょっと考えてみたいと思いますね。アサバチャンの方でいつかね、アダルトビデオ誌みたいなことも、ね、昭和のね、昭和のアダルトビデオ誌みたいなことも語ってみたいなと思ってますけどもね。まあこんな具合ですね。私にとってのこのトゥナイト山本慎也監督のコーナーってさ、このぐらいですよ熱を持って語れるのは。でもちろん平成になってからもさ、トゥナイト2とかいう番組に番組名も変わったりして、それでもこのコーナーそのものは続いていったんだよね。ただ内容あんま覚えてないもん。やっぱりもうこれこのコーナーはもう初期の頃よ。初期のね、何年、56年から59年までの3年、たった3年か、6、7、8、9、4年かね、たった4年ですよ。たった4年全盛期が、あとはもう惰性だよね正直。まあ惰性って言ったってさ、いろいろその手の内容だから楽しみに見てはいたんだけどね。でも記憶に残ってて熱持って語れるっつうと初期の4年間ですね。あとまあこの SM っぽいの好きっていうね、そのぐらいです。